うっうスうす、うっウスいや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 皆さんどうですか何してますか毎日もう4月も終わりますね早いもんでねもうなんか4月は何やったんやっていう1か月でしたけど僕的には <laughs> こんな1ヶ月初めてやっていう人生の中でこんな1ヶ月なくないっていうさ叫びたりの毎日ですえー、今日なんですけど僕の過去のお話をしようかなと思ってましていわゆるねあのー、黒歴史なんですけど皆さんねあのー、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないですけど実は僕 今ね、YouTube やってるじゃないですか、YouTube の活動、動画投稿って活動してるじゃないですか。これね、実は2回目なんですよ。今回が初めてじゃないです、実はの話。そうそう。で、実はの話ですけど僕ね、学生時代に1回ね、YouTuber やったことがあるんですよ。その時の話をしようかなというふうに思ってます。<laughs> そうそうそう。そうなんです、実はの話。でね、あのー、どういうことやってたかというと、当時ね、 あのー、僕、就活生だったんですよ、大学3年3年とかかな、確かね、3年だった気がするんだよな、3年、4年だった気がするんですけど、就活生で,ですと。で、あのー、ES とかさ、書くってなった時に、あなた、学生時代何かやりましたか、頑張りましたかっていうね、必ず聞かれる質問あるじゃないですか、あれにね、僕は勉強としか答えられなかったんですよ、勉強しかしてなかったの、本当に。まあ、その代わり勉強でで本当に僕成績優秀で 上智、あのー、大学のロシア語学科ね、あのー、2年間必修あるんですけど、えー、っと必修終わる最終的な2年の最後で僕あのクラスで一番成績良かったんですよクラストップだったんですよ。くらいあとは、えっとあのー、学年で1人か学年で1人とかしかもらえないあのねハルピン学院奨学金っていうのがあって。 そういういのもらったたりしてたんですよねそれ成績優秀なやつがあの先生とかにせんあの推薦されてもらえるやつなんですけど、まあ、そういう表彰みたいなものとかもされてるくらい僕めちゃくちゃ成績優秀だったんですよロシア語の今はもう全部忘れましたけどで本当に勉強しかしてなくてであのー、でもさ僕ね当時行きたかったのが広告業界と商社だったんです総合商社だったんですけどでね どっちが行きたかったかっていうと広告代理店の方が行きたかったの電通博報堂博、まあ、報堂の方が行きたかったかな博報堂電通みたいな感じだったんですけどでさそうなってくるとさ勉強ばっかしてましたみたいなやつおもろくないなと思ってそれ就活続けていく中で本当に感じてみんなさなんかその広告業界とか行ってるやつとかってすごいのよそのイエスがそれ嘘か本当か分かんないんだけどすごいの本当にあにユニークというかおもろくて。 そんな中でさ勉強してましたとか全然あかんなと思って全くもっとこれ印象に残らないなと思ってなんかやんなきゃなんだっけやんなきゃなんかあのー ES にかけるネタを作んなきゃと思ってやったのが YouTube だったんですよそうそうそうでそ,その当時は本当に YouTuber っていうものが徐々にこう世間にね浸透されてるような時期で例えばそのはじめ社長とかがあの渋谷の広告とかにえーバーンって出てたとか確かあれくらいの時だったんですよね 本当ユーチューバーっていうものがなんかヒカキンさんがちょっとテレビに出始めたりとか今やもう本当ねユーチューバーとかってすごいあのメジャーというかもっと言うと芸能界の人がユーチューバー入ってきたりするくらいですけどもともとはそうじゃなかったんでもう本当そのユーチューバーってものが。 世界、世間に広がり始めた子供のなりたい職業 YouTuber ってなったかならないかくらいの時だったんで,で僕そもそもね YouTuber ってものはその就活やる前からずっと好きで大学1年くらいから大学1年くらいの時からずっと好きで本当それこそはじめ社長の僕一番最初の頃の動画が知ってるんですよ別にこれマウント取ってるとかじゃなくて本当それくらいから好きだ好きっていうか見てたってことですよねレオパレスの静岡の大学生でみたいな あのメントスコーラやって天井にコーラバーンってかかってピチャピチャピチャって垂れてくるとかだから僕結構モルさんとかも知ってるのはそういうことでその当時から知ってるんですよねだから本当にに初め社長駆け出しの登録者数が1万いってるかいかないかみたいな,なんかそういう時から僕は YouTube よく見ててっていうのもあってもともと僕 YouTube ウォッチャーだったんです生っ粋の YouTube ウォッチャーで YouTube 見るのが好きでね っていうのもあってユーチューバーやったらおもろいんじゃないかなっつってちょっと打算的にやったんですよねで、えー、どういうことをやったかっていうと YouTube の就活その名もチューブ活とか言って <laughs> やったんですよチューブ活と僕はユーチューバーで就活ユーチューブ就活系ユーチューバー初めてですみたいな初の就,なんか就活で YouTube を活用とした初めての人間ですみたいな多分そうだでも実際そうだったんですよで その歌い文句としては何で YouTube やったかっていうとなんかその変な話面接で <laughs> 自分を知ってもらえる時間って限られてるじゃないですか持ち時間が決まってるから、ねえー、なんだけど自分をもっと知ってもらえる機会として YouTube に自分のアピールするようなことを 上げてておおけけばばでリンク貼っておけばね面接官の方この時間この短い面接の時間の中では知れなかった僕のことを知っていただけるそういう機会を作れると思いましたみたいなこと言って <coughs> YouTube やったんですよ。中部活とか言って。で内容はなんかねあの就活とめっちゃ絡めて <laughs> えっとねいろんな業界の にまつわることをやったんだよな。で、もうジャンルとしてはネタ系ですよ。もうほんとネタ。当時その配置、本当にはじめょーとかね、えー、マホトとか、なんかそっち系のほんとネタ系のやつを、もうその就活みたいな感じで、就活に絡めてやるみたいな。例えば俺がやった覚えてるネタは <laughs>、えっとね、俺、その就活ネタで覚えてない。印刷業界のと絡めて、 なんかねその印刷業界つ,つまりこうなんかプリントするみたいなのからこうインスピレーションを得て「なんか今日は印刷業界の業界研究をしたいと思います」みたいなこと言って墨汁をなんかこの容器に貯めてそれをこう顔顔顔でこうやって顔にこうやるとでそれがなんかこう印刷みたいな。<laughs> ことやって印刷業界のなんか企業研究をし業界研究をしたとかあと何だっけないろいろやりましたそういう系ちょっと体張った件もやったしなんかあとはやったのは就活で滑っあなんだっけな就活で滑らないようにだか滑った時用にだかちょっと忘れたんですけどその枕言葉みたいなのは。 でもなんかねその当時住んでた家の床になんかサラダ油とかオリーブオイルとかごま油とかをしぶちまけてちょっと高いところが飛び降りてどの油が一番滑りやすいかみたいなことを検証するとかっていうなんか本当クソ底辺 YouTuber みたいなこともやってましたね。そそれででななんか油で滑ってて焦げてみたいなそういううこと たりなんかほんと底辺ユーチューバーみたいなことやってたんですよネタ系のあと何やったかななんかねいろいろやったんですよ割とで編集も割とやってなんですけどね結果から言うとね登録者ね多分ね100人もいか,かず100人もいかず上げた動画で言うと何本だろうな上げた動画で言うとそれでも何十本か上げたんかな多分 で結局登録してるのはみんな僕の友達みたいな友達知り合いみたいな感じでそういう感じのことをやってましたねそうだからね YouTuber としてはもう完全に失敗というか <laughs> マジで悲惨な目も当てられないような状態だったんですよ状況でで結局その YouTuber もその就活が終わったら僕モチベーションなくなっちゃって 就活のためにやってたから就活のためにやってたからさもうなんかあの全くもってその就活が終わってまあ結果広告業界も行けずえ商社も行けずえなんかユニクロってなった時になんかもうモチベーション失ってしまってねで結局やめちゃったんですよねでそのチャンネルにあった動画とかも全部消して もだからだからなんですよ皆さん僕の,あの今使ってるメインチャンネルのね「りょうまつもと」っていうチャンネルはあのねチャンネル作成日がね多分ね2011年とかになってると思うんですけどそれはそういうわけなんですよ当時その1回目一番最初に作った時のその Google のアカウントで僕やってるんで今だから今の,あのメインチャンネルの方で。 アップロードし始めたのは2017年の多分2月3月からなんですけど実際チャンネルを作ったのはもうちょっと前っていう2011年とかかなだから10年11年なのかな,なだからそうなんですよ実はなんかどっかで見れると思うんですけどチャンネル作成日みたいなそういうからくりなんですよ実はだから僕は今やってるのは今回本当はね2回目の YouTube なんですよね1回目は本当に大失敗でマジで黒歴史だった だけど、だけど、何が言いたいかっていうと、最後ちょっといいこと言って終わろうかと思うんですけど、仮に僕、その1回目の、その、まあ今や笑い話だけど、当時としては黒歴史だった YouTube チャンネルをやらなかったら、俺2回目 YouTube やろうって思わなかったかもしれないっていうことなんですよね。つまりあの失敗があって、もう本当にひどい結果だったと。YouTuber として、YouTuber と読めないくらいの土底辺だった。大失敗。 ななっったたんんだけど大失敗も恥ずかしかしですよあんなの今思えばね友達とかにもいじられるし「<laughs> お前なんだあれ?」みたいなそんなことやってるやついたいからね今やもうちょっとカジュアルなものになったかもしれないけど YouTube のあの動画の動画投稿みたいな当時は YouTuber っていうより動画投稿系男子でしたからそういう時代があったんですよ本当に。 でまあ、そういうなんかあの恥ずかしい思いもしたし、まあ、半分ネタみたいになると僕も黒歴,史だ黒歴史だったんだけどでもふとユニクロやめた時に YouTube でもなんかもう一回発信する何かをやろうと思った時にパッと YouTube に入れたのはその1回目に YouTube やってた時のなんかこう、うん、大したことないけどノウハウとかがあったからなんですよね。まあ、例えばなんか あの動画のアップロードの仕方も一つですけどなんかこうチャンネルをこう一つこうアレンジするん方法とかさまあな,んかなんとなくなの勝手が分かってたから勝手が分かってたからスッと YouTube に入れてそこに対する抵抗がなかったからあのー今 YouTube 続けてたまあこの「なんだま松本っていうチャンネルをつづあの始めるきっかけにはな結構大き,い大きかったんじゃないかなと。 もしあの時一発目なんか大学生の時やってなかったらなんか僕 YouTube スッと入れたかなって思ったら多分入れなかっただろうなと思うんで <laughs> だからそういう意味においてもなんかまああれはあれで必要な過去だったというかなんかそういう風に僕も本当思ってて <laughs> だからなんかまあ今となっちゃう本当いいネタで 当時の動画っていうのはもう僕の手元にもデータも一切なくて <laughs> というのも当時ね MacBookAIR 使ってたんですけど編集なり何な,なりデータとか全部そこに落として何かやってたんですけどその MacBookAIR 壊れちゃって落としたら <laughs> 今もうないんですよねだからもう動画のデータももう YouTube 上から消しちゃったし、えっと、パソコンももうデータを入れてたパソコンも壊れちゃったし、まあ、かといってね、あのー、なんだろうなネット魚拓というかさなんかログを残して せるるははずではあんんだけけどそななこと残すわけもないし俺も見てる人も残してくれてるわけないからもう多分幻のというか当時見てくれてた僕の <laughs> 大学の友達だったり地元の友達とかの記憶の中にあるだけでうん今,み今見てみたいけどねちょっとねうんでももうないんですよねデータが <laughs> 見返すことはできないんだけど、あのー、そういうことがあって。うーん まああのなんかやってみるってことはその時ねそのスパンでは時間軸で言うとだから僕は就活中やって就活失敗してからユニクロやめて次のチャンネル始めるまでの間は黒歴史だったんですね僕の間でも言うて2年近くか2年近くは黒歴史だったけどその後 YouTube 始めてなんか今こうやって活動させていただけてるっていうのはその失敗があったからっていうことでまああの結局のところこコネクティングドッツじゃないですけど <laughs>。 なんかやってみるとそれがね後々生きてくるってことね往々にしてあるなっていうのが僕の、うんまあ、教訓というかなんではいそういうこともありました僕も <laughs>、うん、本当にひどいネタでねクソ底辺だったんですけどまあまあまあそういう感じです、はい、そういう話をなんかふと思い出したのであしてみようかなと思ってしてみた次第でございますそんな感じです、うん